ライドご飯。ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも。今回は千葉県千葉市、美浜区ですねの海浜幕張。今日なんかイベントでたくさん人がいますが、この海浜幕張駅から今ね電車乗ってこれから都内に戻る前に、駅の改札すぐ横にある、モールですかねにあるラーメン屋さん、初めて入るお店ですが、あの一風堂さんがプロデュースされているお店だそうです。行きましょう。はい、というわけでこの改札すぐ丘なんですけども、蕎麦屋さんとか並んでる奥にあるお店で東京豚骨ベースさん、行きましょう。というわけでちょっと時間も服装もガラッと変わっていますが、ご覧いただきました豚骨ベースさんの濃厚辛味噌肉そば、これ美味しかったです。あのですね、まずこれ、一個こう濃厚辛味噌となっていますけど、こう味噌、いわゆるこう味噌味というよりは自分はこう担々、ちょっとごま担々のような、ごま担々ですかね、担々麺風の、一杯でした。そのね、ちょっとこってり感もある、ちょっと甘みもあるんですよね。それがめちゃくちゃ合ってます。そしてこれ肉そばとなっていますが、具でね野菜も入っていて、その野菜の甘みの中に生きているので、どっちかというと辛みというよりは旨味と甘み、コクがあるスープという感じで、これはそしてこれはですね期間限
定となっていますが、基本的には2月いっぱいだそうですが、もちろんこう在庫状況によってちょっと早めのね終了もあり得るということでしたので、気になる方はぜひ召し上がってみていかがでしょうか。はい、そして今日ちょっとですね、この後、普段と違うのはですね、今回自分が伺ったのは海浜幕張で、千葉市美浜区という、ところにある海浜幕張という駅にある豚骨ベースさんだったんですが、実はこの海浜幕張という駅は、自分が育った、君ヶ浜という駅のすぐ隣の駅で、ほんと子供の頃がよくね、通っていた場所なんですが、実は自分が高校とか、まあ、中学校の頃なんかは全然今と感じ違って、本当にね、なんですか、この開発前の更地だったんですよね。それが今やこんな風になったということで、ちょっとそんな思いも含めて、プラスこう海浜幕張という駅ね、まあ羽田空港とか成田からもバス出てますし、おそらくディズニーランドとか行かれる方も、泊まられたりとか、あとこう幕張メッセとかね、マリンスタジアム行かれる方はご存知と思いますが、もしかしたらまたね全国的には、ご存知ない方もいらっしゃるかなということで、海浜幕張の様子なんかをちょっとこの後動画で、挿入しながら、ちょっと紹介させてもらおうと思ってますので、このエンディング終わった後もね、ぜひぜひこの海浜幕張の駅近辺見ていただいて、もしよろしかったら遊びに来てみてください。はい、というわけで今回は豚骨ベースさんでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。